美容家の神崎めぐみが31日、夫でメイクアップアーティストの河北裕介氏と離婚したことが分かった。所属事務所を通じて文書で発表した、ご報告、と題した文書で、いつも応援してくださる皆様へ、この度、私、神崎めぐみは離婚いたしましたことをご報告いたします。話し合いを重ねた結果、この決断に至りました、と伝えた。これからも、母として、美容家として、さらなる努力を重ね、精進してまいります。温かく見守っていただけると幸いです。と決意を綴った。神崎は2014年に河北氏との結婚を発表していた。ネットの声、シングルで頑張って苦労して努力してたのを知ってる。それから再婚して仕事もかなり成功して3人目も出産してチート。名誉を築いて、もう旦那さんはいらないか。やっぱり実業家の成功者って気が強くないとやってられないか。これで罰にですね。旦那さんとうまくいっている秘訣を散々上から目線で語っていたので、びっくりしたような、やっぱりって感じもあるような、個人的には、罰1は普通ですが罰2になると、やっぱり、って感じてしまうような個性が強い人が多いです。旦那や子供のアピールがすごかっただけに、残念やね、別に芸能人でもないんだから、改めて公表する必要はないでしょう。話題作りかね、年末これでスッキリしてまた来年新たな、年をすがすがしく迎えましょう。正月になると、スクープで大物芸能人同士の結婚話が多いが、大晦日は離婚の話題が今後は通例になりそうだ。人生一度きり、一緒になるにしても別れるにしても悔いのないように、もはや離婚にネガティブなイメージを抱く時代ではない。もちろん個別に見ていけば不幸だったり泥沼の離婚もあるんだろうけど、基本的には次の人生へのスタートでしかない。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。